皆さんこんばんは。こんばんは。今週も加瀬秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。加瀬さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。例のごとくこのプレミアリーグブラボーは2本撮りの2本目なわけですけれども、はい、12月の20日水曜日の午後に収録しているということをご了承いただけたらと思います。はい、ね、皆さんはもうクリスマスも終えて、うん、そうですね、はい、サンタさんが来たのかな、いろいろ、クリスマスの、まあ、楽しい催しもあったかもしれませんけれども、もう年の瀬ですね。そうですね、はい、私加瀬家は順調にいってると、はい、29日に、はい、女房と大騒ぎしています。お、29日がそういう何かこの、ね、年越しのパなんですか。一応29日だと31日仕事なので、はい、1日前だとお酒残っちゃうから、2日前にして、で、ね、はいはい、で29日に、はいはい、日本酒と、はい、魚系でお騒ぎしている予定です。私はクリスマスは去年もそうだったんですけど、うん、弟の奥さん、まあ、つまり義理の妹になるんですけど、はいはいはい、スウェーデン出身なんですね。はいはい、なのでスウェーデン風 の, そのクリスマスの料理をみんなで食べるっていう、はいはい、ことになっています。なことにしたはずです。はい、ということですけどね。いつもこのクリスマスを一つ境に、加瀬、はい、さんこう前半戦、はい、後半戦ってね、はい、もうちょっと後ろなんですけど、だいたいクリスマス首位でどこが迎えるか迎えないかみたいな話をイングランドはするわけじゃないですか。で、今シーズンはマンチェスターシティがクラブワールドカップに勝ち点34で行ったので、はい、これはもう、つまりクリスマス首位はないということになったので、まあ他のチーム、アーセナルなのかリバプールなのかアストンビラなのか、この辺が、首位で折り返すのかなというところですよね。はい、ビラがここにいますからね。まあ、トップ争いに最終的には加わってくるだろうなと思いましたけど、はい、序盤戦からこのね、うん、ポイントを重ねてるっていうのは、ね、うん、やっぱりこう、はい、エメリーはアーセナルでの失敗をここで見事に今カバーしてるし、はい、アーセナルの時と一番違うのはやっぱりね、うん、イングランドのメディアの方は大方おっしゃってますけど、やっぱ英語力だ、うん、ね、はい、もう英語が大変進歩しているっておっしゃってましたから、うん、やっぱそこなんでしょうね。基本的にはクリスマス首位で終えたチームがそのまま優勝することが傾向としてパーセンテージ的には多いんですけれども、はい、ただ近年昨シーズンアーセナルは逆に優勝できなかった、はい、またリバプールも優勝できなかったことがある、はい、っていうことなので、まあ、あくまで目安ですから、そうですね、前半戦とまた後半戦、うん、まあ、後半戦どう巻き返していくか、はい、よくマンチェスターシティは巻き返しますので、そうですね、はい、まあ、ここがどうなるかということで後半戦ですね、はい、やはりどうなっていくかということで、今回ですね、後半戦のキーマンを探せ、はい、プレミアリーグ2324というテーマでお届けをしていきます。はい、お願いします。ということで我々はですね、今回3人ずつ、はい、まあ、後半キーマンとなるであろうという、まあ、人物ですね、はい、選手に限らずということですけれども、はいはいはい、をちょっと挙げてその理由を話していきたいという趣旨でございます。では加瀬さんからまず1人目よろしいですか。はい、はい、おそらくこの時点で、はい、発表になっているはずの、はい、マチェスターユナイテッドのフットボール面を統括する、はい、ジム・ラトクリフ卿ですね。はい、フットボール面の統括ですから、グレイザーがねまだユナイテッドから離れるわけじゃないんですよ。はい、営業面若い人が牛耳るの で, そうです、ね、ただ、我々が喋っている12月20日の段階で、はい、明確な発表はないものの、フットボール面をラトクリフ卿が統括して、うん、そこにグレイザーの連中は口を出せないっていうことになっているはずなんですね。はい、従いましてグレイザーの時に、うん、まあ、ウンドワードラ、アーノルドラ、はい、それからマータフだと、うん、まあ、業界ではコネを作れなかった連中が養殖、はい、住職についていたので、うん、はい、補強では失敗しましたけれども、うん、はい、おそらくラトフクリ卿はポール・ミッチェル、うん、前モナコとかサウサンプトンでラツオンを発揮しましたよね。はい、あるいは今ひょっとするとですよ、うん、ニューカッスルにいるアッシュワス、ディーン・アッシュワスを引き抜くんじゃないかって話が出てて、うん、はい、まあ、そのうちのどちらが、うん、まあ、どちらかがダイレクターになる、うん、はい、そしてイタリア方面からマルディーニの力を借りるのではないかという話が出ていますので、はい、全員業界にコネのある人たち、うんうん、これは 前と全然変わりますから、うん、はいはい、そこで、少なくとも
今までのような補強の失敗はないというふうに予想されます、はいはい、なおかつラトゴリキはスポーツ業界、イネオスは大あの科学的な企業ですが、F1 とかにもチーム持っていらっしゃいますし、うんはい、今ニースも持っていらっしゃいますので、はいそのあたりであのスポーツとは何ぞやスポーツは何たるものかっていうのを熟知されている方ですから、ただの投資ではないんですよ、グレイザーは投資しかなかったじゃないですか、はいはい、だからタイトルは取らなくても別にいいんですよ、あのグレイザーの場合は、まあコマーシャル、大手企業とのコマーシャル、はい、タイアップなどでビッグマネーが発生する、はい、そのためにはモーガン・サンクティスにいた、ウッドワードみたいな人が必要だったわけで、はい、それとは全くこれが変わってきますので、よりフットボール色の強い上層部になっているはずですから、そういう意味でユナイテッドを大きく変えるという意味で、ラトクリフ教は、大きな力に なるはずですし、はい、そこに彼の力が大きあのうまく働けばユナイテッドはこう V 字回復も可能かなと思われますので、で、そこでまず後半の鍵を握る、人物の一人として挙げました、本来であるならばグレーザーが余計な抵抗しなければ、はい、もっともっと早くラトゴリフ教もしくはカタール系、ねはい、がなって、今頃、ユナイテッドが様変わりしていたと思うんですけど、まあ遅きに失した感は否めないものの、ようやくグレーザーの色がちょっと薄まるという意味では、はいいい人物がやってこられたと考えていいのではないでしょうか、はいはい、あの株の 25% ですかね、はい、取得して、はいまあ、その 25% 権利として、はい、そのスポーツ部門を統括 そうですね、はいそれで、まあ、そこはしっかりと改革をしていかなければいけない、はい、ということなんですよね、はいで最終的に 50% 以上買い取るんじゃないかって話も出てますし、はい、で今ちょっと老朽化しているのでオールドトラフォード改築とか、はい、その辺もラトクリフ教を考えていらっしゃるみたいですから、はいまあ変わってほしいですね。はい、どうなんですかね。後半戦で急に変わる可能性があるとすると、例えばちょっと先週お話しましたけども、監督の交代だったりとか、はいはいメンバーをちょっと変えるとか、はいはい、そういったことになると思うんですけど、それがどうなるかですね。うん、1月の移籍市場のあたりで、先週もお話した通り、ラトクリフ教は英語系を大切にするっていう話をされてたという噂ですね。はい、それに乗っ取ると、ポッター、先週も話したポッターは最有力だと思うんですけど、はい、で、先週の繰り返しになりますが、僕はポッターではダメだというのは、ポッターだと今までとやること変わっちゃうから、テンハーフが1年ちょっとやって、これといったチーム戦術というのを作れてないというのが一番の問題だし、でもそれに至ったのは全部あのグレイザーの連中の罪だから、だからそこにも問題はあるんですけれど、今これだけちょっといろいろとぐらついているチームを立て直すんだったら、これもう昨日先週の繰り返しですけど、より大きな厳しい経験をしているロペテギの方がいいのかなと思うんですよね。ロペテギ英語だって確か喋れたはずなので、はい、もちろんポッターは喋れますけど、だからそこでまたいろいろと変わって、ちょっとユナイテッドって基本的にカウンターの方が得意じゃないですか、でそこにポジションのポッター来ると、まるっきり違っちゃうぞって思っちゃうので、はい、そういう意味では、はい、その本当はそのままにしといてね、そのままにしといて、はい、でラトクリフ教にその地味なところでも構わないので、まあ英国系のいい選手、取れれば、あとはニースからトティも取れればみたいなところの発想ですね。何言ってるか分かります？俺興奮してますね、ちょっと、ね、いやいや、でも、はい、それが一番こう結果も残しながら前進していく道な感じがしますよね。逆にただ、もう大ナタを振るいたいっていうタイプだったら、もう今ちょっとぶっ壊して、今の選手ももう放出していって、ちょっとチェルシーがやってるみたいなことをやると、ポッターでもうそういうことができる、つまりボール扱いの上手い選手をどんどん取ってくるって、もう全部が入れ替わるみたいな、こともやりかねないかもしれないですけどね。まあ、まあ、どういうオーナーなのかわからないですからね。はい、まあ、とにかくユナイテッドの大ファンでもありますから、その辺が、グレーザーとは違いますよ。はい、今のこの現状を憂えてる方のお一人だと思いますので、はい、そこでね、建設的な意見のある、持ってるまあ、アドバイザリースタッフかなじゃないけど、そこにリオ・ファーディナンドみたいなのが入ってくると、デビルとかキーンはダメですよ、感情論だから、建設的な意見が入ってるんじゃないけど、ちょっとそういう OB の意見とかも取り入れられればいいなと思いますけどね。
リオはね現場には戻らないですよ、お子さん小さいので、はい、奥様は亡くなってるのでね、はい、リオがねとかいると嬉しいですけどね、で本当にでもこのラトクリフ教によって大きく変わるかもしれない、変わるかもしれないですよ、かもしれない、本当に大きな転換期になるかもしれないっていうね、この2023から24へということになりますね、なんせこの10年暗かったブレイザーで明るい兆しということになる、はい、ね、ことを願ってということですね、はい、さあでは続いては私なんですけれども、今度これからちょっと選手に行きたいと思います。私はですね、まあ、日本人だからっていうのもあるんですけれども、選手の方が良かったかな。いやでも、まあ、大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、遠藤航選手でございます、はい、というのもですね、まあ、もちろん日本代表のキャプテンだし日本人だからっていうのもあるんですけれども、一つ今順位争いで後半戦つまり優勝争いですよね、アーセナルがやっぱりちょっと一歩こう安定感という意味では上を行っているんじゃないかなと。リバプール勝ってますけど、あのギリギリのゲームが多くて、最終的にリバプールだからこういうゲームみたいなので勝ってるんですけど、じゃあ内容で圧倒してるかっていうと、まあ、アーセナルの方が内容的にはいいのかなと。でマンチェスターシティもちょっとこぼしてるっていうことを考えると、まあ、ビラ来てますけど安定感でいくとアーセナルと。っていうことは一番、ただリバプールが安定してくるとこれが一番の対抗馬になるんじゃないかと。安定のために何が必要かというと、やっぱり中盤の安定だと思うんですよ、リバプールで。でどうしてもマカリスターやってました、でも本職ではない、やっぱりここの中盤のアンカーが安定すると、今までやっぱり強かった時そうですね、ファビーノがいて安定しました、まあ、どこのチームもそうです、今ロドリーがマンチェスターシティで中盤しっかりいます、まあ、そういうことを考えると、遠藤選手が我々の収録の少し前ですけれども、マンチェスターユナイテッド戦であれだけのハードワーク、そしてすごいプレスの中でも、前向きに、そしてギリギリのところを取りに行って先に触るですとか、そしてパスのチラシもですけど、あれがコンスタントにできたら、まあ、リバプールは相当プラスになります。だから彼のやっぱり この、まあ、コンディションというか、状況が続けば、まあ、レギュラーでしょうし、クラブとしてもプラス。あとは1月に、アジアカップでいなくなるので、そこのところをどうするかっていうところあるんですけど、ということも全部含めてこの遠藤選手が大きくリバプール、そしてプレミアの優勝争いをちょっと鍵握ってくるんじゃないかなということで、ちょっと名前挙げさせてもらいました、うん、まあ試合を重ねるごとに成長しているし、うん、プレミアリーグのリズムにフィットしてきてるし、うん、フラム戦では素晴らしい同点ゴールも決めてるし、うん、はいはい、遠藤に期待する声がイングランドでも大きい高いので、うん、おそらくちょっとパフォーマンスが悪い時も辛辣に批判されてますけど、うん、はい、それ期待の裏返しだと思うので、うん、はい、非常にいい速度で、うん、馴染んでると思いますし、うん、クロップ監督、うん、待ってくれる、ね、うんうん、指揮官なので、はい、いいクラブを選んだと思いますね。ちょっとまたそのあたりのこう批判の風向きみたいなものがマンチェスターユナイテッド戦で変わった気がするんですよ ね、うん、そうですね、はい、あと今までちょっと OB の方々も辛辣なコメントが多かったんですけど、うん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 、マンチェスターユナイテッド戦の後結構急に良くなったりとかして、うんうん、やっぱ一つ変わるだけで、まあ、確かにあのプレーを見たらそれは褒めますわなってなりますし、うんうん、だここで一つ心配なのは、いい具合でこうちょっとだんだんレギュラーになっていって確立されていくところでアジアカップなんですよね。そうね、これが、まあね、日本代表にとっては大事ですよ、アジアカップで。キャプテンなんかもちろん大事なんですけど、遠藤選手個人のクラブとしての立ち位置みたいなことを考えると、このアジアカップがどう左右するかなっていうのはちょっと心配ですよね。そうね、そうですね、うん、で両方は出られないしね、そうですね、また日本が早々に敗退みたいなことも考えにくいじゃないですか。だから決勝まで行くって考えると結構長い期間いないんで、決勝ラウンドからとかだとダメかね。いやーで、U20 のねワールドカップでイングランドやったりとかしましたけど、まあね、アジアのやっぱ頂点を決める戦いですからね、うん、まあでもそのアジアの頂点に立って、そのアジアチャンピオンのキャプテンっていう勲章でアンフィールド戻ってくるっていうのも、まあそれはそれでかっこいいからな、うん、難しいところですね。難しいところですね。これね、うん、サラーもいなくて、うん、ので、以前ねお話しましたけれども、うん、一番ちょっと影響がね、うんうん、あるようなクラブなのかなっていうところでありますかね。うんうん、で私はまず遠藤選手を挙げさせていただきましたが、はい、続いて加瀬谷さん選手ですね。はい、こうまあ、確かにこの選手もまあ先ほど僕もちょっとちらっと名前挙げましたけれども、まあマンチェスター選手の公式戦今度は今4敗だっけかな、公式戦。
プレミアは3敗 で, 3敗で、そうですね、あの国内 の, あの4敗はあとリーグカップ全部ロドリがいない、ちなみにロドリですね、うん、あの今回のキーマンは、うんうんはい、ロドリがいないところなので、はい、ガルデル監督もやっぱロドリのいない時のゲームプランは再構築しなきゃいけないとおっしゃってましたから、うんはい、まあ、あのまあデブライネ戻ってってくるとはいえ、うん、やっぱりロドリーいない時に果たしてね、中盤でまあ攻守ともにちょっとなんだろう、レベルが落ちてしまうようなところ、はい、パフォーマンス全体が落ちてしまうところがあるので、うん、ですからこのロドリーの存在は大きいと思いますね、うん、あのプレミアリーグにしろ、うん、チャンピオンズリーグにしろ、はい、うん、FA カップにしろ、まあ、うん、今シーズンの最大のターゲットはどれなんだろう、うん、チャンピオンズリーグの連覇なのかプレミアが4連覇なのか、うん、その辺まだ難しいところだとは思いますけれども、はいはい、彼の、まあ、そんなにコンディション落ちるタイプではないですけど、うんうん、彼のいるいないっていうのが、はい、ここまでシティを大きく左右してますから、おそらくその先も同じなんだろうなと思って、はい、ロードに上げました。あのデブライネが今長期離脱じゃないですか、うんはい、ただその間あのポジションは結構人がいるから、はいはい、いろんな選手でまた逆にその出番が、はい、クリアン・アルバレスだったりは、うんポジションができて、はいそうですねプラスになってるじゃないですか、うんうん、ただこのロドリが、まあ、万が一ですけども、うん、怪我があったりとかちょっと長期の離脱ってなった時に、うん、じゃあ誰がやるのか、ねはいはい、でカルビン・フィリップスはおそらく1月にも移籍をしてしまう、はいはいうん、でこのタイプのプレイヤーじゃあ誰が中盤アンカー、まあ、うまく、まあ、2枚とかにして、うんまあ、ジョン・ストーンズを上げて2人並ばしたりとか、うんはいはい、2世代ドバックでっていううまくやりくりはするんでしょうけど、うんうん、ただここは加瀬さん心配ですよね。そうですね、ダビシウマも、ダビシウマじゃない、ベルナルシウマも、はい、でもタイプ違うじゃないですか、うん、違いますね。やっぱりファイナルサードへの、はい、なんかパスでの関与っていうところはちょっと、うんうん、ロドリほどではないような、うん、違う形の関与だから、はいはい、そういう意味でね、うん、相当な存在感が今あるの で、それはスペイン代表でも一緒ですよね。そうですね、はい、そうあのロドリ不在の時の、うん代案っていうのはさすがのペップ監督も 現時点では見つかっていないので、うんはい、そこをどうするかだと思いますね、うん、で先週こうマンチェスターシティはね特に誰か獲得は必要ないっていうような話でしたけど、うんはいこれロドリーのバックアッパーはできれば取った方がいいかもしれないですよ ね、うんまあ、ね考えなくはないですけど、うんまあ、でもあるかもしれないじゃないですか、うん、怪我っていうのは、うんはいはいはい、そうねペップ監督が考えてるかもしれないな。うんそうですね、あの気がついたらというか、うんうん、すごい選手になっていましたね、ロドリーは ね、はいうん、ロドリー見てるだけで結構楽しい時ありますもんね、うんはい、ちょっと最初1シーズン目はねいきなりまあ怪我人もあった、はい、ディフェンスラインに怪我人があって、はい、フェルナンジーノが下がんなきゃいけないってのもあったんで、うん、急に出ましたけど、うん、ちょっと今のような感じではなかったですね、はいはい、もっとおどおどしてましたしねミスも多かったし、はいはいうん、ちょっと当たられただけでバランス崩すこともありましたけど、うん、今も全然そんなことないし、うんそうですねうん、当たんなら当たってきなっていうのありますしね、はいうん、でもこれから毎年の傾向でいうここの時期から そのマンチェスターシティのまくりというか、はい、勝ち続けるっていうところの中での一番のキーマンでしょうし、うんそうですねはい、彼の、まあ、状況が優勝争いを左右すると言ってもいいかもしれないですよね、うん、そうですねそうは言えるでしょうね、うんうんうん、僕も実はですねあのロドリー、はい、はい、勝谷さんが挙げられたので、はい、ですか私もロドリーかなと、はい、でもまあでもそうですよ、うん、優勝争いのことを考えるとやっぱりロドリーは一番キーマンなのかなっていうのは思いますよね、うんはいはい、ということでございます、はい、では続きまして私はもう一人選手行かせていただこうかと思いますけれども、はい、すいませんマイティームでございます、はい、申し訳ないんですけれども、はい、エンクンクでございます、はい、ようやくですねこの収録の、日本時間でいうと朝当日の朝でしたけれどもクラブデビュー、はいはい、公式戦デビューですけれども、はい、ニューカッスルとの FA カップで果たしました、膝を、プレシーズン怪我しまして、はい、手術してリハビリ重ねてきたんですけど、昨シーズンブンデスリーが16得点で、ね、いつもの年よりはちょっと全体的に少なかったんですがヒルクルクと並んで得点王でしたしその前のシーズンも23点取ってます点取れますでいろんな前のポジションできますでプレシーズン非常に良かったでエンクンクとまたチクエメカを前の方で使っていて、はいはいはい、このバランスが非常に良くて、ね、チェルシーは良かったんですけど、うんうんうんまずエンクンクが離脱、うん、でシーズン始まってすぐチクエメカいなくなる、うん、で、ポチェティーノ監督曰くこの2人の離脱がバランスを崩してしまった、うんはいはいまあ、それだけの大きな存在感だったわけです、うんうん、で彼が入ってきてじゃあどこに入れるのか、うん、ここの、まあ、今ニコラス・ジャクソンも点取るようになってきた
だからこの塀をどうしていくのか、円空港をどこに置くのかみたいなことも含めて彼の存在感と、また円空港の活躍、円空港に任せるのか、あるいは、先週お話しましたけれどもトニーなのかオシムヘンなのか、お金を積んで誰か取ってきて、そこの周り円空港じゃどこに置くのかとか、そういう他の人との関わりも含めて、ちょっとチェルシーの後半戦の巻き返し鍵を握ってるかなっていうのを思ったんですよね。エンクンクが一番その能力を発揮しやすいポジションとやっぱり左サイド、左あるいはちょっと、うん、ちょっと下がり目の左って感じですかね、うん、2列目、うんうん、まあもちろんトップを全然できるとは思うんですけど、うん、でチクエマがさ、はい、あの中盤センターがあるいは2列目中央じゃない、今上げてよかったんですね、チクエマが、ね、はいはい、でエンクンクちょっと左目とか、はい、ね、ニクラス・ジャクソン真ん中でっていうような使い方もプレシーズンしてたと思いますけど、うんうんうん、そうなったら、はい、筑山がいずれ戻ってくる左円くんくんだったら、うん、今さ、はい、円相丸、フェルナンデス、はい、のポジションをさ、はい、2列目中央なのか中盤センターなのかちょっと今ちょっとローリングしてる感じなんですよね、はい、だったらそうなったら円相下げられるかもしれないもんね。そうですね、だからそのスターリングの、まあ、スターリング右でもいいし、うん、はい、だからコナギャラガンのとこが筑山かで、はい、左がエンクンクンでもいいわけでしょ。そうですね、でパーマー前線でもいいもんね。そうなんですよ、うん、ただもったいないのはこの、ね、うん、エンソフィルなんです、回数とコナーギャラがあって、うん、まあこれからちゃんと安定してきたらもうものすごい強烈な3人なわけですよ、うん、ね、うん、でパーマーは今欠かせない選手になってきている、うん、はいはい、でなってきた時にニクラス・ジャクソンなのか、うん、またもう一人のフォワードを取ってくるのか、うん、それにエンクンクでスターリングも向上、うん、これ、ね、悩ましいんですよ、うん、どうするかっていうで、チクエムが戻ってくると、うん、これだね、これポチェッティーノ監督がエンクンク戻ってきたことで、まあ、エンクンクだけじゃなくて他の選手が戻ってきた時にさあどうしましょうってなって結構難しいと思うんですよね、うん、もうこの好みの問題にもなってくるじゃないですか、うん、だからどういう布陣がもうベストな布陣に全員戻ってきた時はなるのかなっていうのは。だってでもチクエムはいいもんな本当にな、ね、もうエンクンクはそうなんだよ、チクエムはさ、はい、アンチェロッティマジで欲しがってたからね、うんうん、これはどうでしょうかね、うん、っていうところであります、うん、まあ、なのでうまくハマるのか、なんか、あ、なんかみんなよく分かんなくなって一社一社変えて結局なんとなくつかめないままシーズン終わってしまうっていう可能性もあるので、うん、ここは、まあ、怪我人が戻ってきたからこその嬉しい悲鳴でもあるんですけど難しさなのかなというところで挙げさせていただきました、うんうんうん、はい、では続いては粕谷さんですが、粕谷さん今度は監督ですね、はい、イランワー監督、はい、序盤は、はい、大変苦しんだんですけど、うん、はい、ここしばらくもう、4勝1敗だか1分けだか、はい、非常にいい成績出てますし、はい、はい、最初一体何をやりたいんだろうって全然つかめてなくて、うん、ラージョであれほど良かった監督がと思って、うん、ただここ最近フルコートフルプレスみたいなことを始めてて、うん、はい、なかなか選手にとっては厳しいスタイルなんですけど、うん、それがようやく根付き始めて、うん、まあ、ユダイテッド 3-0 で叩き潰したのがその典型ですから、はい、まあ、ユナイテッドが今不甲斐ないのはありますけども、うん、正直言ってほとんどの選手がプレスかけられると、うん、あまり好きじゃないタイプ、はい、うん、いわゆるユナイテッドの弱点を完全に見抜いた素晴らしいゲームプランだったと思いますので、うん、はい、だからテンハグ監督は最初の5分で、うん、まず先行されたのであれが痛かったって言いましたけど、うん、はい、まあ、それ以外にこうやなんつのじゃあイラオラがやってきたオールコートプレスみたいなのに対抗するプランがあったかってないから、うん、はい、うん、だからあれだけ徹底して、ね、うん、やれたってことはイラオラのプランが今浸透しつつあるので、はい、まあ、ヨーロッパもないし、うん、まあ、おそらく FA カップどこまで真剣に立つかは分かりませんけども、うん、まあ、スタイルだったら、まあ、週1だったらできると思うんですよね、うん、それプレミアリーグに徹底してオールコートプレスやってこられたらちょっと他のチーム厳しいですよ、うん、対ボンマス戦そうですね、はい、で本当にこう順位上げてきて、はい、ルートン戦が中断、はい、中止になってしまったんですけど、はいはいはい、もしあれで勝ち点3を稼いでいたというふうな計算をすると、うん、我々の収録の時点でチェルシーと勝ち点並んでいるはずなんですよ、はい、そうすると、まあ、10位のチェルシー11位勝ち点並んでのボーマスみたいなところだったの で、ね、はい、もう本当にこう、トップハーフに入ろうとしているようなところまで来ているの で、はいはい、でこれ尻上がりに良くなってきているわけですから今後ね後半戦ある意味このボーマスが引っかき回すっていう可能性は十分にあるってことですよね。
だから中盤の、クックと、それからクリスティか、はい、特にあのハードワーカーで2人いますからね、はい、あそこが、今そのバランスも非常に良くなってきておりますので、はい、序盤見た時ね、はい、これひょっとしてイラウラが最初に首切られるのかみたいな感じの時期もあったじゃないですか、はい、何をしたいんだこのチームはってあったんですけど、ここへ来て急上昇してますからね、はい、あの辺見るとそうですね、日本時間でもう明日になるのか、ボーマス戦なんか面白いじゃないですか、トッテナムボーマスとか ね、トッテナム悪くないし、だから、はい、あのハイラインに、ボーマスイラオラがどういうふうに対応していくんだなんていうのはちょっと楽しみなところではありますし、ちなみにイラオラ監督はこれベンさんが言ってたんですけど、うん、あのカオスを作るのが大好きって言ってる、混沌をゲームの中でね、はいはいはい、なので、うん、あの本当に後半戦でカオスを作りまくって、うん、かき乱す可能性があるかもしれないですからね、うん、いやあのねなんかこう面白い監督がまた出てきたなと思いますね、やっぱりバスクはいい監督が出るんですよ、はいはい、エメリー、アルテタ、はい、シャビアロンソ、シャビアロンソ、ね、はい、いいですよ ね、 ね、うん、独特の考え方があって、はい、非常に面白いと思います、はい、181?いやそんなないよ、小柄だってもっともっともっと小柄確かにイメージはそうですよね、サイドバックやったんですよね、ビルバオで、ね、不思議な感じのねプレイヤーだったイメージがありますけども、うん、ということで風間さんの3人目はイラオラ監督ということでしたが、はいはい、私もですね3人目は監督を、はいはい、で先ほどちょっと名前がちらっと出ましたけど、ウナイエメリ監督だったんです、はい、かつてはもちろんあの少し前に特集を我々しましたけれども、ここでチャンピオンズカップもチャンピオンズリーグの前身の大会も取ってるわけですが、エメリーいくら払えば来てもらえるのかな、そうなんですかね、でも分かんないですけど、うん、勝手なイメージですけど、うん、エメリー監督はこのくらいのチームが一番いいんだと思います。そうかそうか、なるほど、パリでじゃあうまくいったかっていうと、うん、やっぱりちょっと難しさありましたし、うん、やっぱ細かいじゃないですか、やっぱそれを実践してくれるような、うん、そのセカンドトップというか、うん、ビッグシックスの下、うん、でまあ、スペインで言ったら、うん、三強の下みたいなチームが、セビージャ、ビジャレアル、やっぱそういうチームがやっぱり合うんじゃないですかね。そうかそうか、じゃあロペテギだよな、やっぱな、まあいいやそうですね、こうやっぱりアーセナルも倒した、でマンチェスターシティにも勝った、はい、でやっぱこういうチームに勝てるっていうことになると、後半戦もそういう戦いをしてくると、ひょっとするとひょっとして、まあ、大体この時期上に行っているチームってまあどこかで失速するんじゃないかみたいに言われましたけれども、レスターが失速せずに優勝したじゃないですか、ありますよね、ひょっとしてひょっとする怪我人が出ず、で何かあれこんな選手取るんですかみたいな、で冬に我々は多分ああ冬ないかもって言ってましたけど、誰か取ったりとか戦力補強もあって、でドグラス・ルイスはじめ戦力出ないってなったら、ひょっとしたらひょっとするかもしれない。だから総力とか監督の力量を踏まえると、はい、三強はおそらくあの、まあ、トップ4から外れないじゃない、やっぱり、うんうん、マンチェスターシティ、アーセナル、リバプールは、はい、4番目分かんないじゃん、はい、ちょっとさ今のところ第一候補だよね、第一候補なんですか ね、うんね、うん、そういう意味では大きくね引っかき回してくれて、うん、まあ本当にプレミアリーグの優勝争いにアストンビラが加わってくると、本当にカオスが生まれて、そうです、ね、どこが優勝するか分からない、はい、最終節での勝敗で決まるみたいな、なると近年あんまないじゃないですか、はい、そういうのが、うん、何チームか関わって最終節とか、うん、そういうのもちょっともう見られないから、締める最終節、ね、じゃないですか、うんうんね、いつもどっちかみたいな感じだったから、消化ゲーム締めるのって、はい、なかなかね、うん、盛り上がんないからね、同時キックオフで、ねうん、もう本当何分かごとにこの首位が入れ替わるみたいなやりたいじゃないですか、ちょっと実況解説するのもちょっとドキドキしながら、うん、計算しながらこう、うん、大丈夫かなってるからみたいな、ワイプに出るんだよな、うん、あれが楽しかったんでね、そうなんですよ、うん、ちょっとそれを楽しみたいなっていうのもあって、うん、そのためにはウナイ・エメリ監督のこのビラに頑張ってもらわなければいけないというところですかね、うん、はい、ということでちょっと名前挙げさせていただきました、うん、ということであれですね、やっぱり我々挙げさせていただいた、加瀬さんも挙げていただいた方々、やっぱりこう後半戦ちょっとその人のやりようによって、その選手のプレーぶりによって、監督の采配によってちょっと大きくこう順位もチームの状況も変わるみたいな可能性がある選手を我々挙げさせていただきましたね、うんはいうん、あとね、はい、ちょっと気になってる選手がいるんですけど、はいはいはい、こちらで言うとハフェルスになるんですか、ハバーツ、ハバーツ、はい、まあ、ね、1節から12節までと13節以降の数値が全然違うんですよ、はい、まずゴール、はい、1から3、はい、
平均シュート数 1.6 から3.4、はい、オンターゲット0.1から 0.9、 チャンス創出数 1.1 から 1.8、 ゴール期待値 0.3 から 0.6、 これプレミアリーグ公式ホームページです、はいはい、いずれも上がってるので、ね、確かにハバツハメと馴染んできたでしょ、はい、うん、で左インサイドハーフがちょっと問題だって言われてたので、うん、はい、アーセナルは、うん、そこでハフェルツが今の調子を維持すると、うん、ね、久々の優勝の可能性もさらに大きくなるのかなってことですよね。やっぱり今一番ってアーサルですから、そこがかまると本当に、はい、ね、カオスにはならず、はい、ちょっとアーサルが抜ける可能性が出てくるっていう感じですかね、はい、いやあれですよ、うん、最近こうゴールが出てきてるじゃないですか、うんうんうん、そのために若々の替え歌の彼のちゃんとが歌われて、うんうん、どうも本人、ね、若々の、歌っていたシャキーラ本人も、うん、はいはい、あのアーセナルの公式がなんかにコメントしたのかな、うん、なんかインスタグラム、SNS でちょっとやり取りがシャキーラともあったみたいですからね、なんかまた若々がいっぱい聞けると面白いのかもしれないですね、うんうん、あとはベッカムのフリーキック記録をまだ塗り替える、塗り替える、ウォードプラウズですか、ま、ウォードプラウズもうちょっと後半戦ポイントかな、はい、みたいな ね、はい、もう時間の問題ですもんね、あと1点並ぶんでしたっけ ね、はいはい、だからそういうところですね、うん、はい、うん、そうですね、エンソの立ち位置は行ったもんな、はい、そうでもですね、はい、ですね、はい、ということで皆さんそれぞれね、いろいろ後半戦のキーマンは、まあ、特にね、応援してるチームのキーマンみたいなところがね、うん、気になるのかもしれませんけれども、うん、こんなキーマン、こんな理由でみたいなのもぜひ、逆キーマンってのやる大丈夫ですか大いなる批判の窓に逆キーマン逆キーマン、うんうん、ね、いいか、はい、まあ、ね、ある意味いいか、まあ面白いですよ、ネタ的には面白いですけど、うん、まあ、ちょっと傷口は傷をことを承知でやらなきゃいけない、 J スポーツの原稿でやろうかな、逆キーマン、逆キーマン面白いかもしれないですよね、うん、でみんな好きですからね、そういうのね、うん、はい、でまあ、皆さんもいろいろ逆でもいいですけど、ぜひ書き込んでいただけたらというふうに思いますし、やっぱりね、なんかそんなキーマンも考えながら後半戦を見ていくと、またそれがね、ドハマりしたりとか、そう、ね、あるフラグになったりとかしたら面白いですからね、うんうん、はい、はい、ボーエンすごいよな、10点取ってるもんな、そうですね、ボーエン組んねえかなイングランド人だよね、ボーエンイングランド代表に入ってましたね、いいじゃんいいじゃん、ね、右ウィングだし、いいじゃんいいじゃん、ね、うん、はい、うん、ということでございます、うん、今回は後半戦のキーマンを探せプレミアリーグ2324ということでお届けしてまいりました。加瀬谷さん、ではもう年明け、まあ、この大晦日から年明けにかけてですけれども、30日からか、だから今ちょうど、ルートン対チェルシーが今やってるのかな、配信スタートの時にはそれ以降のスケジュールをちょっと教えていただければですが、そういえば私さっき言いましたけど、とってのはもうスポティフィーですね僕お、はい、あれが、はい、今年の納めです、納めですね、はい、今ちょこれからですね、これからというか、まあ、配信直後に見ていただいた方はですね、マンチェスターシティ対シェフィールドユナイテッド、おはい、こちらを、スポ TV Now でやります。そしてこの節はですね、年またいでる節になるんですけれども、1月の2日、まあ、日本時間だと3日早朝ですけれども、ウエストハム対ブライトン、アベマで、アベマで、はいはい、こちらをやらせていただきます、はいはい、今しゃべってる時点で、解説の名前が出ておりませんでした。知ってる？ちょっと前までずっと僕と勝谷さんの名前しか言ってなかったんですけど、勝谷さん、どうも全然重なってないんですよね、おのおのの別々の試合で我々の名前が合ってましたけども、一個ぐらい組ませようと思ったんですね、っていう感じですかね、っていうところで、はいはい、あとは何か年末年始の告知とかありますか、勝谷さん。久々に元日とか、まず三が日ちょっとお休みいただけたので、かみさんと二人で、うん、酒かくらという方なんですけど年末年始は、ね、まあ、はい、かみさんを大切にします、はい、私も年末年始は、はい、あ、そうですね、ちょうど31日ちょうど、あ、だから明日、あ、これはでも明日だからまだ言わない方がいいかな、はい、ちょっといろいろ家族でイベントを考えておりますので、また後日いろいろそんな思い出話をさせていただけたらというふうに思います。あとですね、あと27日から配信をしておりますダゾーンフットボールフリークスで重大発表がありましたので、はい、ですね、はい、皆さんまだご覧になっていない方はぜひ見ていただけたらというふうに思っております。よろしくお願いします。いろいろとありがとうございました。
ですね。はい、ということで勝谷さん、どうですか2023年これで我々で、ね、はい、プレミアリーグロゴを収めてございますが、2023年は、はい、最後になりました。本当に皆さんお世話になりました。本来、私の場合は暴言失言が多いんですけど、それは全部スノーデスタッフの須田君が切ってくれてるので、はい、なんとか放送できているというところでございますので、生でない強みですね。そうですね、はい、生になったら生になったで、はい、大人なので、ね、はい、その辺は何とかしますけど、はいはい、来年もおそらく暴言出現繰り返すと思います。はい、須田君よろしくお願いします。はい、ね、我々こう収録は面白いですよね。いろいろこうオンエア上に乗らないお話もいろいろあったりして、はい、まあ、それはね、ダゾーンのいろいろな番組もそうなんですけど、はい、まあ、それは、まあ、我々の話にですね、はい、そうですね、はい、ということでね、来年もぜひ皆さんに、ね、はい、お付き合いいただきたいですね。はいはいはい、そうですね、はい、ね、きっと来年も私は軽く、はい、明るく楽しくて、はい、まあ、その辺は多分野村君もフォローしてくれると思うので、はい、楽しい番組を作っていきましょう。はい、はい、そうですね、はいはい、ぜひともね、また体調に気をつけていただいて、はい、私は2023年はですね、誰か家族が必ず順番にコロナウイルスかインフルエンザか溶連菌かみたいな、あとはなんかわからない風邪かみたいなので、いろいろこう回っていたので、ちょうど皆さん免疫が落ちて、これでね、また免疫獲得して、なんかベンさん言ってたんですけど、イギリスが同じような感じだったそうなんです。少しマスク外すのも早かったから、去年が同じような形で、今やっぱりそういうの減ってきてると、うん、だから今免疫がつくとまたみんなもうちょっと元気になると思うんで、それはもうみんな健康でまた、はい、2024年ね、楽しくやっていきたいですね、うん、うちの場合はどっちかが悪くなったなったんですけど、大体みんな2日酔いでしたね。元気な証拠じゃないですか。そうですね、はいはい、ということでございます、はいはい、なので年末年始を皆さん飲みすぎないようにほどほどに楽しんでいただきたいと、ね、はい、いうふうに思っております。はい、はい、ということで勝谷さん、2023年もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんも2023年ありがとうございました。それでは良いお年をお迎えください。はい、良いお年を。